今回はですね、私が先日の夢を叶える箱根ドリーム合宿2011に司会者として参加をした時に、講師のお一人である世界一マインドの後藤隼人さんから聞いた成功するための2つの秘訣について、分かち合いたいなと思います。その2つの秘訣というのは非常にシンプルです。後藤さんはおっしゃいました。成功するために秘訣なのは、まずは決断とスピード、そして、2つ目は失敗はないということです。すごくシンプルですよね。まず1つ目の決断とスピードが成功を決める、このお話なんですが、とにかく、早く考えて早く動けということを後藤さんはおっしゃっていました。これはどういうことかというと、例えばアメリカの起業家、ハーバードのビジネススクールの、番組を見た時にもですね、教授の方がおっしゃっていたんですけれども、日本人っていうのは、日本の企業っていうのはとにかく完璧を求めて試作を繰り返して世の中に商品を発表するまでに非常に時間をかける。でもアメリカは、本当にコンセプトがある程度固まったら、もう完璧ではなくても試供品を作って、それをどんどんお試しで世の中に発信してしまうと、世の中に出しちゃえと。そしてまず反応をいろんな人から取って、そこでどんどんフィードバック評価を受けて、新しいものをその評価を得ながら作り直していく。そうすることによって完成度を高めていく。なのでお客様のニーズをどんどん取り入れたいい商品が早い段階で出来上がっていくということですね。もう試し打ちをして声を取り入れながら、その皆さんの要望を反映したいい商品を作っていく、そのサイクルが非常に短い時間でやってしまうということなんですね。かたや日本の企業というのは、その教授がおっしゃっていたのは、もう本当に思い入れをして完璧なものを心を込めて、いろんな人が関わって話し合って、そしてもうこれでどうだという形で世の中に出すので、例えばそこで思わぬ反応が得られなかった、消費者に受け入れられなかった場合でも、なかなかですね、そこまでに時間がかかって、お金も投資して時間も投資して作ったものを、そこからまた新たに作り直すのに、体力がかかってしまう、お金もかかりますよね。ということで非常にですね、フットワークが重くなってしまうという話を聞いたことがあります。で、私はこれを個人についても言えると思うんですね。後藤さんがおっしゃっていた決断とスピードというのは、やはり何か早くやりたい、ビジネスプランが、何かビジネスアイデアが頭の中に浮かんだとしたら、時間を決めて一生懸命考えて、その中でベストと思ったプランができたら、商品ができたら、まずはそれを人に問うてみる、世の中に出してみる、使ってみる、発信してみる、そこでですね、その反応、周りの反応とかフィードバックを得ながら、自分の商品やサービスをどんどん練り直していいものを作っていく。やっぱり動いた分ですね、私自身も経験があるんですけれども、うじうじ悩んでいる間が長ければ長いほど、結局動けなくなっていくんですね。そして自分の考えていたのと同じようなことをやっている人が出てきたりして、がっかりしたりするんですが、そうじゃないと、私も本当に動けて、そこで、あ、私が考えていたものって今一つ受け入れられないな、でもこうすればいいよというアイデアをもらえるんですよね。それを生かしたことによって、今度は非常に反応率がいい、そして食いつきがいい、商品やプログラムができた。それが私自身の今の、コンサルティングのサービスになっていたりするんですね。やはりこの決めて、時間を決めて悩んで作ったものを早く世の中に出す、試すということはとても起業家にとって大事だと思います。そしてこれに関連して、その後藤隼人さんがおっしゃったもう一つの教え、失敗がないという話が、生きてくるんですね。この話につながってくる。要は失敗はないというのは、時間を決めて悩めって後藤さんおっしゃってました。その中で一生懸命、その時点で自分が悩みに悩んで、これしかないって悩んだ末に出した結論で動いたならば、その結果たとえ転んだとしても、思ったような結果が得られなかったとしても、それはその中で自分が出したベストの結果なんだ。だからそれは成功までの一つのプロセスに過ぎない。動いていて初めて、先ほどの話ですよね、何らかの反応とか意見が得られるので、また次のより良い、仕事につながっていく。それは成功へのプロセスに過ぎないというお話だったんですね。非常にシンプルです。成功されている方が持っている哲学というのは、拍子抜けするほどシンプルでした。決断とスピード、そしてもう一つは、失敗というのはないんだ、それは成功へのプロセスに過ぎないんだというお話でした。
やっぱりこういった話もですね、本で読むのではなくて、実際に結果を出している方から、その方から直接ですね、教えを受けるとですね、非常に説得力を持って、私の中にストンと落ちたような気がいたします。さあ、成功者が教える、成功するための、2つのこの教え、皆さんにはどう響いたでしょうか。ぜひね、ご自分の、お仕事に照らし合わせながら考えてみてください。